A3 乗プラス B3 乗、はい、であることについて、はいはい、A3 乗プラス B3 乗プラス C3 乗プラス、あ、A3 乗プラス B3 乗プラス C3 乗マイナス3 ABC を因数分解する。ああ、全然話変わりましたね。できますか、4人とも。これはできないとまずいですよ。大丈夫ですね。できますか、説明し、忘れました。忘れましたね。まあヒントがありますのでまあでもなくてもいけるんですけど、やりますか、やりましょう。じゃあまあどうするかというとですね、まずこれとこれでこれをまず A たす B の3乗にします。そしたら今これヒントがありますので、そのまま、まあまあちょっとこう置いて、でこの部分をこう置きます。これよろしいですね。大丈夫ですか、現時点で、ね、してこれ3乗3乗をまたこれに当てはめるってことですね。3乗3乗をここに当てはめるから、こことここを足すやつだから、これとこれを足すから、A 足す B 足す C の3乗でマイナス、これだったら AB だから3の A 足す B の C、それとこの A たす B っていうのが、これたすこれだから A たす B たす C と、こうですね。で一応これがこの部分がこの部分で、であと残りが、A たす B か、これよろしいでしょうか。でこの後どうするかなんですけど、まあ、実はこの A たす B たす C があるので、実はこのまとめられるんですね。ちょっとこの部分見たら A たす B たす C になりません。なりません。これマイナス 3AB で送ったしたら、もう A たす B たす C これだけ出てるので、これ出てるでしょ、これもあるし、これもあるし、これもある、共通因数なんで、もう A たす B たす C でいくんです。で、まあちょっと、まあ後であるんですけど、これ事情にして、で、ここのところが、まあちょっとこれ、まあ一応いいですね、展開しないですよ、僕は。で、これも A たす B たす C だからマイナス 3A です。こうなります。よしですね。で、あとはA たす B たす C なんですけど、この部分が A 次乗 B 次乗 C 次乗プラス 2AB2BC2CA なん でちょうどこのところというのはマイナス 3AC3AB、 要するにここが全部マイナスな形が出てるから、そしたらもう A 次乗 B 次乗 C 次乗、そうですね、これマイナス 3AC マイナス3BC、マイナス 3AB でしょ。で、こっちはプラスだから、マイナスが1個。こういうのです。ああ、これ、最後、ここは。これです。これで答えになってるはずです。だから、まあ、これ、お控えをしてやっていきなさいってこと言ってるけど、別に、まあ、なくてもいけますよねって感じがします。大丈夫でしょうか。はい、じゃあ、メモってください。4人とも大丈夫ですね、これは。